広島ガス電機 B 型電車は、広島ガス電機が1921年と1927年の2度に、渡って、計30両導入した電車である。1921年に導入した10両は、南海鉄道より、1927年に導入した20両は、大阪市電機局よりそれぞれ購入した、4輪、単車構造の中古車であった。 以上の30両はいずれも木造車体であったことから、1938年以降に車体の交代化改造が施行され、改造後は400型と解消、改版された。市内線の輸送力増強を目的として、南海鉄道より10両を、大阪市電機局より20両をそれぞれ購入、101から130号車として導入した。 101から110は梅鉢鉄工所において1910年11月に、111から130は日本車両製造及び、天野の工場において1906年にそれぞれ申請されたオープンデッキ構造の木造車体を備える四輪、単車であった。101から110の導入翌年、1922年に、 鉄道専用車両として落成した C 型電車の導入に伴って、101から1 1についても車番はそのままに B 型の形式称号が付与され、1925年には、車体全面コシータブの車番表記に B の表記が追加された。1927年に導入された111から130については、当初より B 型の形式称号が付与されている。 400K401 号1938年から1940年にかけて B 型全車を対象として自社工場において張り上げ屋根構造の反抗性車体を申請して従来の木造車体と乗せ替え 400K401 から430と解消、改版された。400型への改版に際しては、竣工順に車番が割り振られ、原番号の順列とは一致しない。 申請された車体は、客用扉間に上下寸法を大きく取った側窓を5枚並べた軽快な外観を特徴とした。最初に落成した401のみ窓の上下に補強体、および幕板上部を一周する水切りを持ち、車体組み立てに溶接工法とリベット組み立て工法を併用したことから、車体の各部にリベットを有したが、以降に落成した各社は、ウィンドウシルヘッダーを、 外見上廃止したノーシルノーヘッダー構造、水切りの廃止、及び溶接工法を全面的に採用してリベットが廃止された。400型において採用された車体構造は400系の落成翌年に仙田庁舎古火祭において被災消失した A 型電車の復旧名義で竣工した450系電車にも継承された。 1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下で宮島線宮島駅に停泊していた417以外の全車が被災、特に白島付近で被爆した412、八丁堀付近で被爆した421.430、神谷町と電鉄前間で被爆した427、東下市と横川間で被爆した429が全焼の被害を受けた。 また、八丁堀付近で被爆した車両については、中国新聞により写真撮影され、記録されている。以上の各車両は1948年12月までに復旧された。原爆投下より3日後の1945年8月9日に、市内線は、故いから西天間町で運行を再開するが、この時使用された車両のうち1両が 400K413 であった。 再開当初は単線によるピストン輸送で線路脇には原爆被災者の遺体が残る生産な状況下での運行再開であったとの証言が残る。また、413は同年9月から10月にかけて学術調査団が広島市内における被災状況の見聞を実施した際に専用車両として運用された。 1956年11月31日付で420から430の11両が廃車となり、そのうちの425.427430の3両が、翌1957年4月13日付で、無車席の工作者に転用、1から3と、改版された。残る401から419についても1965年から1969年に、 かけて、全車廃車された。広島電鉄401号広島大学前、電停昭和40年8月廃車後は全車とも、解体処分され、現存する車両はない。原爆投下による被害状況については、広島の路面電車65年169ページ、及び、私鉄の車両3広島電鉄158ページを、復旧日については、 私鉄の車両3広島電鉄159ページを元に構成。人々が整列乗車している電車の車番が読み取れる。広島電鉄400系電車に関するカテゴリー。広島ガス電機400系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。